駿河湾沼津サービスエリアは、静岡県沼津市にある、新東名高速道路のサービスエリアである、スマートインターチェンジを併設する。その名の通りピルマは、駿河湾を、夜間は沼津市街や、周辺の夜景をそれぞれ一望できるロケーションにあり、上下線ともに、東名高速道路のエビナイス A の約1.5倍の面積となっている。新東名高速道路の SA、 PA では唯一富士山が眺望できる。また、ネオパサのブランド名が使用されている。丘陵地帯に設置されているため、上り線側の方が標高が高い。コンセプトは、リゾートマインドである。下り線施設ロゴマーク下り線施設外観駿河湾、沼津スマートインターチェンジは、駿河湾沼津 SA に併設するスマート IC である。利用可能車種は ETC 搭載の 全車種で24時間運用。上下線ともに出入化となっている。ABCD、新東名高速道路するがわ沼津スマートインターチェンジ2017年3月18日16時に開通します。沼津市、中日本高速道路株式会社。2017年2月14日閲覧。ABCDEFG、店舗情報ネオパサするがわ沼津上り。 東京方面、中日本高速道路株式会社、2020年11月29日閲覧。e 一 a 新東名高速道路ネオパサスルガワン、沼津、海鮮地切り上げ専門店街花屋開店のお知らせ。中日本エクシス株式会社、2020年11月29日閲覧。ABCDEFGHIJKL、施設。 サービスワンナイネオパサスルガワ沼津上り東京方面中日本高速道路株式会社2020年11月29日閲覧 ABCDEF 店舗情報ネオパサスルガワ沼津下り名古屋方面中日本高速道路株式会社2020年11月29日閲覧 ABCDEFGHIJKLMN 施設 サービス案内ネオパサ駿河湾沼津下り、名古屋方面、中日本高速道路株式会社、2020年11月29日閲覧、参考文献、現地無料配布パンフレット、ネオパサ駿河湾沼津フロアガイド、駿河湾、沼津スマートインターチェンジに関するカテゴリー。ありがとうございます。